あれはこういう商売しておりますとタクシー乗る機会が多いんですけども、ついこの間乗りましたらね、これは熊本で乗ったんですけども、すみません、熊本市内まで空港から乗ってました。運転手さんが、お客さんあんた誰かに似とるなってこう言うんです。こういうことは正直に言うといた方がええかなと思いましたんで、桂三枝じゃないですかって言うたら、いや三枝には似とらん言われました。どういうふうに対応しようかな思ったんでございますけども、いろんなところでいろんな運転手さんにお会いします。鹿児島へ行きましたら乗りまして、ちょっと天文館まで行ってくれ言ったら、運転手さんが、さんさんどうもお久しぶりでございますって、こうお久しぶり言われましても、私も乗ったタクシーみんな覚えてるわけやないの、どっかでお会いしましたか言ったら、いや3年前に私ね、新婚さんいらっしゃい出たんだよ。3年前にね、3年前、私はこれ30年やっておりますからね、そういう方が全国各地にいらっしゃるわけでございます。 ありがとうございました、その説はって言うた、いやいやこちらこそどうもお世話になりまして、あの時の再三ね、記念写真送ってこないんですよとこう言って、でまあテレビの番組が収録終わりますと記念の写真を撮りましてね、それをお送りしてるんですけども、そうですかすいませんでしたね、お世話になりましたのに、でキット撮ってますから、全部のをどっかに隠れて紛れ込んでると思いますので、ディレクターに早速言うて送らしますから、住所と名前聞かせていただけますかって手帳出したら、運転手さん、いえもうあれ送ってこなくて結構、あの嫁さんとは別れたから。まあ早いもんですな。ちょっと前まであのタクシーというのはなかなか捕まれへん時がありました。その時は運転手さんもね、結構大名商売というというか、こうなんかこう高飛車な感じでございましたんですけど、近く行くの気遣いましたよ、ちょっとすいませんけどもどこそこ言ったらブスッとしてね、終わって、私いっぺんね、近くのところでお金渡したら釣り銭を窓からパン投げられたことありました。そんなことありましたからね、それぐらいまあタカピーなとこありました。私もムカムカしましたね、このブワーってから腹立ってね、えがんせえ言いながら小銭拾ったことを覚えてますね。えがんせえよ。ところが今も優しい親切な親切な、この間も私東京へ行きましてね、で東京の八重洲から新幹線乗って大阪へ帰ったんですけども、その時携帯電話をタクシーの中でどうも忘れたんですよ。いつもこうマネージャーが見てくれるんですけども、下へ落ちとったんですね、だから分からなかったんでございますけども、携帯電話をどうしようかなってタクシー会社へ電話しようかな思ったんですけども、自分の携帯電話にまあとりあえずしてみよう思って、新幹線の中から自分の携帯電話にこう電話をしたんです。ほんなら運転手さんがちゃんと出てくれましてね、はいこちら桂三枝でございますみたいな。いやあの三枝私ですね、さあさあ携帯電話、落としました、拾ってきましたよ、そうですそうです、あちゃんとあの、あのかかってきた電話出てますから、TBS の仕事を一本受けときました。女性の人生の中で一番色っぽいのが新婚時代やそうでございますね。とにかくあの朝起こすのでも色っぽい起こし方をするそうでございます。今ですと昔はあなたなんて言っておりましたが、この頃あんまりあなたとかいう新婚の方少のございませんね、少のございますね、ませんじゃなくてますでございますね。大体このまあ、あかっちゃんとかね、まあくんとか言うてね、起きてねえ、ね、森の子ヤギみたいな感じ、起きて、これ自分でやったとも気色悪いよ、ね、まあそういう風だね、ねえ起きて、まあかあっていうのが出てきてね、これがもう子供が生まれたらこんなねえとか言うてません、変わるんですね、どん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 、それはもう女性も男性も一緒でございますけども、ねえとか言うてません、もう子供のために働いてもらわないかんからな、おっきゃうちなもんでね。僕はあの首この辺あたりなんかしてます。もうこれが子供が小学校へ上がりだしましたら、もう嫁はん片手まで起こしとるからね、こっちで掃除機かけながら早起きやはよ、何してんねやもう、7時40分やで、遅れてたよほんまに。
あ、こらあれで掃除機で吸い上げられとったよ。いやー、もう新婚の時は何しても色っぽいですね。夜でもそうでございます。ネグリジェなんていうのは昔なんかよく来たようでございますけどね。でちょっとこう透けてたりなんかしましてね、色っぽいもんでございます。向こうも若いから裾を後ろからピャッとめくったりするとヤーンヤーン、これがもう子供が高校生なことになってきますとね、そういうのはなくなります。風呂上がりでもバスタオルこう巻くんでございますけども、もう全部こう回りきりません。こう回らんとこの辺でちょっと引っ掛けただけでね、鏡の前へのんと座るとパラッとはがけた。相撲取りが控えで待ってるような感じ。向川の方がおい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 止め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 って言うてね、暑いからええやないの、ちなみに止めや、まあみっともない、子供が見たら、うるさいなみたいなこと言ってやったりなんかしてね、やってもまたパラッとして、またこうやったりなんかしましてね、それを向こうが後ろから行ってビュッてこうやったら、いやーなんて言いませんもん。やって言ったら、なんなんすねん、やんのんか、やんのんやんのんかとは言いません。でもなんやかんや言いましても、昔の女性はですね、まだおいお茶なんて言うと、はーいってなこと言うてね、帰ってきたらお帰りなさいなんていうのを言うたようでございますけど、今もどんどん変わってまいりましたね。この間私びっくりしましたね、某その新婚さんを迎える番組があるんでございますけども、それに大阪の女の子でございます。びっくりしたですね。ほで新婚、まあ、さんでございますけど、男33、女の人21でございます。パン屋でパートしてるんですけどもね、まっきっきりでございます。もう髪の毛この辺ピアスなんかしてね、で最初の日に何時に帰ってくんのって聞いたらしいんです。向こう半に7時や、あ7時分かった、ご飯食べんと待ってるってこう言ったらしいんです。向こう半も嬉しいでね、ご飯食べんと待ってると思って、ただいまって帰ってきたら、ご飯食べんとビール飲みながら待ってたんですよ。帰りってなって、それもジョッキですよ、ジョッキでカーッ、それはないやろと向こう半が言うたそうなんです。まあ、どないして迎えてほしいの、三つ指ついて迎えてくれや、俺それが実相やねん、あ、分かったって、あ、来る日ね、向こう半が会社から、あ、ただいまって帰ったら、嫁はんが三つの指でついたらしいんですよ。もう三つ指ついていうのは分からんらしいなんですね。三つ指ついて、お帰んなさいとかいうのが分かれへんのですってね。三つ指、おい、何やねんって、あんた三つ指つけ言うて。僕はおでここう疲れたりとかしまして、そんなアホなね、どん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 変わってきたようでございます。ようこそおいででございまして、桂三枝でございますが、もう秋と言いますと、やはりこのスポーツの秋とか言われておりまして、いろんなスポーツがあっちこっちで行われておりますが、スポーツの中でも僕が一番好きなのは、あの日本古来の相撲でございます。もう本当に心からあれが一番好きやと思ってるんです。もう最近ところが国技の相撲をみんな忘れがちですね。もう、例えばテレビでも一曲しかやりませんし、国営放送しかやっておりませんしね。で、まあね、ところが野球の方は、ベースボールですね、向こうから来たやつを、一生懸命あっちこっちの放送でやるわけでしょ。ラジオなんかでもボンボン流す。そのために僕ら何本、ラジオの番組が減ったかわかりませんです。ほいで泣いた明けの番組や言うてね。このプロ野球が終わるとまた番組が始まったりして、なんかプロ野球のつなぎに出るような番組もあったりなんかします。その野球というのはどうも好きにならへんのですな、あの野球がどうも嫌いですね。というのは根性がどうも嫌なんですね。
ねえ、あの広い場所使って、で、みんな寄ってこってやってね、あの外野の芝生なんかどうですか、あそこへ公団住宅でも建てたら、何年経つや、あかねん。で、外野なんか楽でしてやれ。玉来た時だけや、忙しいのは。おう、他はもう後ろの方にね、みたいなこと言うとったらええねんから。いやですね、あの根性が、あのピッチャーとキャッチャーの関係。あのピッチャーが思い切り球をビャーン投げるでしょ。ビシーン痛いですよ、あれ。僕やったら文句言いますね。痛いねんか、あれ、ほら。もっと緩んで投げよ、こら、ってなもんですが。見とったら言いませんね。ビシーン、オッケーオッケーだ、アホやわ。腹立つで、あれは見とっても、なんかあの腹の底にあんのやないかと思いますが。いやですね、なんかその根性が、ピッチャーさんがせっかく投げていただいたこの球を、なんかバットという棒切れで向かいバーン打ち上がしといてね、それを人に左に行かして自分は逃げていくというね。いや、やれやれは。その点まあ男のスポーツというと相撲ですね。どうですか、なんかこの純真な感じがしますでしょ。可愛げがあると思うわ。この現代の世の中にですよ、人の前に今なにふんどし一丁で現れて、ちょんまげまで言うて、考えようによったらアホやわな、あれもね。まあ、それにも抵抗というか、そういう気持ちも見せんとね、一生懸命やってる愛すべきですよ。僕らなんか心から応援したりたいですね、相撲なんか。これは土俵の上に、あれ直径 4.5 メートルなんですが、土俵の上へ上がってきて、回し行っちゃで、ギャーンぶつかる、あの迫力どうですか。もう見てる人なんか、キャー、女の子なんか、ひゃー、ひょっとして回し外れへんやろか、じゃあ。あれ、回しが外れると、案外小さいんです、あれがね。相撲取りというのは、そりゃそうです。あの体に比例して大きさでしたらね、たまったもんやないですが。だからあっちゃの方は僕らとあんまり変われへんのんですが、体つきから比例すると小さいなーってなもんですね。だから体は大砲ーってなこと言うとってもピストルいう感じですね。ほんまのほうなんか違うの部分はね、大きりーってなこと言うとっても糸ミミズってなもんです。おもろいもんでございますが。まあ誰でもが年を取るわけでございます。自分だけは年を重ねたくないと思いましてもですね、人から見てはあ若いなあ思ってましても、確実にこの年は一つ二つと取っていくわけでございますね。もう止める者も貧しき者もその辺は平等なわけでございますけども、だん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 私もですね、年を重ねてまいりましたんでございますけども、もっと早く重ねたかったなと思いますね。というのはこれから重ねて年寄りになりますと大変でございますよ。昔みたいにまあちょっと年取ったから医療費はなしです、ただで全部いけますよというわけにはいきませんです。負担がありますからね。もうどうせならもっと早くに年取っといた方が、よかったなと思うんでございますけども、これからは大変でございます。お医者さんに聞きましても、もうこれ年金を持っている人、また年金だけで生活している人とそうでない人とまたこの違うらしいんでございますね。お金が入院しましても、それが治療費ももうややこしいって病院側も分かりませんねとこう言ってました。それからもうそういうこういうことになってますねんでと、お金はこんなんですよというのをお年寄りに説明するのがまた大変だそうでございます。もういろんな方が年とともにやっぱりこうちょっと記憶の方もね、悪くなる。私らでも物覚えが悪くなっていくわけでございますから。あ、おいちゃんどうしました。いやー、ものすごい記憶力が悪なりましてな。いつからなんです。いや、いつから何がなんで来たんです、ここへ。なんでしょう。いや、なんでしょうって、どうして病院へ来られたんです。バスでなんてなことになりまして、こういう人にね、
説明すんのは大変ですよ。おばあちゃんなんかもそうでございます。おばあちゃんどこがどうなんです。私ね、昔のことはねよう覚えてるんですけども、ちょっと前のことをぐるっと忘れてしまうんです。何やったかなー思ってぐるっと忘れてしまう。どうしたら先生ええんでしょうかね。ちょっと前のことでもぐるっと忘れてしまうぞ。ちょっと前のことでもパッと忘れてしまうんです。どうしたらいいんです。とりあえず治療費を払って、なんてもう医者はとにかく先に治療費治療費というような世の中になるんじゃないかと思いますが。最近テレビでは随分過激な番組が多くございますけども、これは世界中な傾向だそうでございますね。見てましたら自分の彼女がですね、誰かに誘われてるのをゲットされるかどうかこう見てると、あんな番組ようやるなぁなんて思いますね。あんな本になったらどうなんでしょうね。あれ反対の立場でね、男の方が女の子に誘われていたら、私らなんかすぐそっちの方へついていくような気はしますような感じでございますね。クイズなんかでもどん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 と金額が高くなってまいりまして、1000万2000万とかすごいですね。どんどん過激になってまいりまして、もう1000万とかね。この間私実はあるクイズ番組に出たんでございます。クイズタイムショックのね、あれ全問正解ですと200万でございます。200万に釣られて出たんでございます。個人戦でございます。テレビ見てる時はどうしますかなんて言われた時に、出ましょうなんて言ったんです。簡単やな思ってたんです。クイズ大した問題じゃないんです。ところがあれがつまり大した問題じゃないんですよ。でも答えられないようになってるんです。あれうまいことできますせ、テレビ局はそんなもん100万200万1000万出しとったらテレビ局そんな番組続けられへんから。できてますねあれ。で座って待ってるでしょ。それでは司会者が中山秀ちゃんがですね、それでは桂小百合さんの挑戦ですってなこと言うと、そのとこへ行くわけです。そうするとここへねパシパシッとこう、なんかこう締められるわけです。これだけでなんか血の通いが悪くなるんですけどなんでこんなきついにというのはぐるぐるっとこう最後回されますから危なくないように、でここグッとこう締めてね、で足のとこもグッと足首も血の周りがこれで悪うなるわけです。つまり血というのはこっちに通ってこう頭通って、でまたこう通ってこう、つまりこっからこう通えへんわけですから、こっちからも戻れへんわけですね。ほなこっちこうなんかだんだん頭がこう痛うなってるので、そうするとまたねこっちの方からクイズのなんて言うんですか、料理の鉄人でピーマンかじっとったおっさんが出てきますわけのわからん格好をしてまたね、なんであんなわけのわからん、それでその方が本番前に私こんな格好ばっかりなんです言ってましたですけど、俺だって断りゃええのにね。ピーマンかじっとった人がクイズの名司会者はクイズの名回答者になれるのかどうか、桂小百合さんの挑戦です、ジャジャーン言うなりこのままヒューッと上がっていきます。頭の中おーってなってるところでそのピーマンかじ取ったおっさんがクイズタイムショーンでジャジャーンと、ここ隅かここですって、こここれはここでね、それはよう聞こえますけど音がやかまして割れますよこれ、ジャジャーンって、ゆうちょは郵便貯金カンポワって言われたらもう何や頭の中がふわーって薬を言うてしまいますあれ一個ピポピポピポってなれへんかったら自分の中で何やろ何やろと思ってるうちに次の問題がもうこっからバーンと聞こえますね。1年で28日ある月はって言われて2月って言うた、これがチェアマン正解は毎月や1年で28日ある月は毎月や
そんなもん引っ掛け分かりませんが、1年で28日ある月は2月言うてんのにピンポンならへんから、なんで間違うてんのちゃうの、間違うてんのちゃうの言うてる間に次の問題がファー、なんや分からんうちにですね、途中ピンポンのもありましたけども、途中で今の問題何問目って分かれへんやろ、そんなもん分からん言うてるうちに、終わってしまいますよね。1分間や、この1分間が長いわ。せやからね、答えられへんようになってますな。あの200万円はほど遠かった。ありゃいかんです、ああいうのはね。やっぱりもっと健全な新婚さんが出てきて話を聞くような番組、ああいう番組がほのぼのとしていいですね。これから先はもうこういう時代ですから、ね、いろんな番組が出てくるんじゃないかと思います。東京と大阪というのは新幹線でわずか2時間半で行ってしまうんですけども、随分と文化が違うもんでございますね。あれ不思議でございますが、うなぎ一つにとりましても東京は背開きでございます。背開きで大阪は腹開きで、えらい違いますね。背から咲くのと腹から咲くのってね、そういうふうに東京と大阪は違うんでございます。ですからもう言葉なんかでも全く違います。言葉ね、ありがとう言うのと大きに言うのともう全然違うわけでございますからね。北京語と上海語の違い以上に、違うわけでございます。北京語と上海語がどうかようわからんというわけでございますが、それぐらい違うやろうとね。ですからニューヨークとサンフランシスコと違うようにね、それもようわからないまま言ってるんでございますけども、そういうふうに違うもんでございますね。不思議ですね。東京の人には大阪弁はきつい言いますね。それは喋ったらきついんですわ。今夜飲みに行くの楽しみに待っとるわ言うてね、喋ったらきついんですけど、これメールで打つとそうでもないんです。今夜飲みに行くの楽しみに待ってるわとこないのありましてね、なんか女性から来たみたいな感じで、大阪弁でメールは打たない方がいいんじゃないかと思いますが、随分とこの大阪弁で普通に使ってる言葉が東京では通じないというのはありますね。物を捨てることをほかす言うんですけども、東京では使わないんですね。これはもう私は標準語だとずっと思ってたんでございます。物をほかすいうのね、捨てるのことなんですけども、ですから吉本興業であった話なんでございますが、大阪採用の女の子が東京勤務になりましてね、東京の方の重役から「あ、これを保管しといて」言うて重要な書類をもろたそうでございます。保管しといて言うのを保管しといてと聞き間違えましてね、捨ててしもてえらい怒られた。また大阪勤務に戻っておりますがね。そういうふうなことがあるそうでございますね。それと東京の言葉と大阪の言葉の違いで「えらい」いうのがあるんですね。東京の方では「えらい」というのを「あなたえらい」素晴らしいね、ノーベル賞のあの田中さんでは「えらいですね、見事です」っていうので、「えらい」というのは「すごい」というふうに捉えてるんですけども、大阪はまた違うんでございますね。これも吉本興業なんですが、今度は東京で生まれ育ったものが大阪勤務になりましてね、それで仕事を取ったんでございます。余興の仕事を、ところがその余興の仕事お金は結構儲かるんでございますけども、本人は「ええ仕事を取った」を取ったんですけど、いややこしいところの仕事だったんでございますね。でそれ見て吉本興業の大阪の方の上司が「君えらいことしてくれたな」言うたら褒められたと勘違いしてね、ありがとうございます。そない褒められると言われて、すぐ東京勤務になりましたんですけど、面白いもんでございますね。大阪と東京それぞれにやっぱり文化があるというのはこの狭い日本の中で面白いじゃないですか。それはそれなりに私はもう結構だと思うんです。この間飛行機へ乗っておりましたらですね、なんか私がこう座ってるこの横のところにトイレがあるんですけど、トイレから出てきた眼鏡をかけたちょっと年配の男性の方がですね、なんかこうなって通路のところピタッとこう、倒れられたんです。びっくりしましたね。
シュアンさんが飛んできて、大丈夫ですか大丈夫ですか、どなたかお医者さんいらっしゃいませんか、機内にお医者さんいらっしゃいませんか、言った倒れた方が、はい、とこう手を挙げて私はそれがものすごくおかしいとおかしいってね、それはお医者さんには違いないんでしょうけどね、これ笑っていいのかどうしていいのか、シュアンさんも大丈夫ですか、大丈夫大丈夫、大丈夫、医者やから自分の体よく分かってる、言いながら席へ着かれたんですけども、そういうことあるんですね。シュアデさんに聞きましたら、もう毎日飛んでたらいろんな面白いことありますわってこう言うてはりましたですけども、今まで一番面白かったらどんなんですか、言ったそのシュアデさんはなんか日本の中をこう飛んでましてね、鹿児島行って、その次種子島へ行っていう時に、それから沖縄ですか行くのに、次こう鹿児島行って次種子島へ行く時に、離陸する時にですね、後ろのお客さんのおじいさんが座らないんですって、ちょっとすいませんお座りになってください言うたおじいさんが、あ大丈夫次降りますから言うてねどうしてええねん分かれへんかった言うてましたね。あでも今スチュワーデス言うのを言うたらいかんそうですね、なんか決まりがね、エアアテンダントですか、つまりこのシュワーデスいうのは女性だけの職場になるから男性もという、別にそんなよしやん別にね、それがフレッシュマンいうのも飽きませんねって、つまりマンは男だけやからフレッシュマン言うたら男だけのもんやないかい、女はどないなんねんいうフレッシャーズ言いますね、あれね、営業マンもあかん言うて、よしやん別に営業マンは男だけやから、豚マンも飽きませんねそれはええみたいですけどね。レースクイーンはよろしいね、レースクイーンはあれはもう、つまり女性だけの職場、これはもう多分男性は入ってけへんやろう、入りまへんわあんな傘持ってこんなこんな男がボコッとなよってあれはできませんわ、ああいうもうこれは女性だけのもん言うなよろしいねんて、福娘言うのもよろしいねんてね、ねこう今宮恵比寿のところで「吉兆どうです商売繁盛でさあさあ持ってこい」あれやっぱり女の子やないとね、福息子いうの福息子っちゅうな大地やらしいなんかね商売あれ誰もささ買いまへんであんなもんね、だから別に僕はねそれはええと思うんですけどね、全てがどう言ってもフレッシュマンでもええと思うんです、これは男のもんや女のもんや言うて、その名前だけのことですからね、人によっては男と女お前こと行ったり来たりしてる人いてますよそらね。ようこそおいでいただきましてありがとうございます。お忙しい中を、まあまあお忙しいと言いましても本当に忙しい人は来てないと思いますが、あまあまあお付き合いをいただきたいと思いますが、この頃若い方はどうもこの外国語はベラベラ喋れても日本語がおぼつかないという人が多いようでございます。私のマネージャーはそうでございましてね、吉本興業の女性マネージャー26歳、本当は31歳、このマネージャーがですね中国語はベラベラでございます、英語もベラでございますね、ところが日本語が、ちょっとどうやのという感じでございます。この間もあの焼き鳥屋から酔っ払いが出てきたんでございます。こうして酔いながらね、出てきましたらそれを見て、あちょっとサイさん酔っ払いが出てきました、自撮り足ですとこういうんですね、何自撮り足、それも言うなら千鳥足とこう言うたんでございますね。初めてそれを知ったらしいんです。千鳥足ですか、自撮り足ばっかり思ってました今まで、焼き鳥屋から出てくる人はみんな自撮り足やと思ってましたこんな感じでございますからね、ですからもうちょっと日本語をしっかりと勉強しなければいけないのじゃないかというのを今文部省がやっているようでございますね。ですから算数の問題とか教科書とか、それから理科の問題とか教科書の中でも日本語をまずこの覚えるような書き方を一生懸命やっているそうでございますね。今日なんかテレビで見ておりましたら、宿題は食卓でやろうなんていうふうに書いてありました。僕らも小さい時は食卓
宅でこういうのをやっておりましてね、お母ちゃんにちょっとこれどういうふうにしたらええのとか、これはこうよなんていうのをご飯食べながら、で家族でもって学力をつけていくというのがいいそうでございますね。というのをそうやなと思いました。この間私後輩がですね、かなり後輩でございますが、西宮の方で、実は焼き鳥屋をやっておりましてですね、円卓という店の焼き鳥をやってるんでございますが、これは嫁はんと別れて子供を引き取ったんでございます。上が3年生、下が小学校1年生ですね。小学校3年生と1年生、この間も行きましたら、かわいそうに小学校3年生と1年生が奥の座敷のとこで、本当は客が入るところでございますが、客があんまり入らないもんでございますので、カウンターに、チラチラチラなんてな感じでね、ちょっと不景気ですで困ってました。で奥を見たらと、一生懸命小学校1年とね小学校3年生のが2人で勉強してるんでございます。小学校1年のちょっと見ましたらね、お買い物いう宿題ですね。で鯛を売っているのはどこどこ、ピーマンを売っているのはどこどこいうのが問題になってるんですね。ソーセージを売っているのはどこどこ、タバシを売っているのはどこどこ、それパッと見たら全部スーパーダイエーになってました。まあまあ間違いはないと思うんでございますけどもね、やっぱり魚屋さんとか八百屋さんとか、おそれ違うよ魚屋さんだよ八百屋さんだよという人がいないもんでございますからね、みんなスーパーダイエーって書いて、お兄ちゃんこれでええな、うんそれ合うてる合うてるなんて言ってね、そういう子が育っていったらどうなるんやと思いますね。それでお兄ちゃんのを見たら、お兄ちゃんも一生懸命反対の言葉を書きましょういうのを書いてるんでございます。高いの反対は低い、これは合うてるんでございますね。買うの反対パッと見たら見るだけって書いてありました。まあまあ見るだけやけどね、お父ちゃんに言われてるんでしょうね、これ欲しいこれ欲しい、あかんなもん、何でもかんでもこれこっちこれこっちとったら見るだけなんて言ってね、宿題も大変でございます。今日やっておりましたけども、食卓でやろうなんていうのもよろしいですけども、私らなんかもう子供が大きくなりましたですから、その恐怖感はございませんですけども、あれはいいような悪いようなところがございますね。父親の権威が失墜する可能性があるわけでございます。これから先はもうこういう時代ですから、いろんな番組が出てくるんじゃないかと思います。テレビザ・蒸発の時間がやってまいりました。今夜も蒸発された方によく来る皆さんに来ていただいております。では最初の方どうぞ。じゃあよろしくどうぞお願いします。あ、お父さんお名前は？小林正也でございます。33歳です。あ、そうですか。いや、また3人さんお子さんをお連れになって、これ皆さん3人さんお子さん？そうです。一番上の子が4歳でね、その下が1歳半です。で悟は瀬田の手のが4ヶ月です。ほうで蒸発なさったのは家内です。家内です。うわ気の毒ですな。いや、こんな3人のお子さん残して蒸発パッと消えた、パッと消えたんです。そうですか。僕お名前言える？小林正隆です。お母さん突然いなくなった？はい。どうですか？寂しい。50超えてアホやここらが落語でございますね。50超えとっても4歳を演じないといけないという、なかなか4歳は演じられまへんで、こんなもん何も演じても顔見たら50過ぎてんねやからね、これはなかなか芸の力では補えませんけども、まあまあご辛抱いただきましてね、僕名前言える？小林またたけ。寂しい寂しい。お母さんに帰ってきてほしいです。お母さんいなくなってどうですか？ご飯がまずい。お父さんのな作るご飯泣かないでね、はい。1歳半の子はどっか走り出してしまいました。無邪気です。にこやかに走り回って今スタジオでこけて泣いてます。ご主人、はい。奥さんはどうして蒸発されたんですか？わからないです。わからないとご主人、あ、女の人ができちゃう。
そんな余裕はないです。モテませんから、博打をなさるんじゃ、博打は一切しないです。競輪、競馬、麻雀、パチンコもいたしません。お酒は付き合い程度です。おタバコは一切吸いません。はあ、しかし不思議ですね。どうしてなのに、あ、奥さんにいい男が。そんなことはないと思います。子供さんに育てるのは毎日忙しかったですから、そういうことはないと思います。そうです。心が現在の不思議でございます。さあ、それでは僕からお母さんに呼びかけてくれる？お母さん、帰ってきてください。ご主人、それは呼びかけていただけますか？はい。きぬこ、帰ってきてくれや。もう二度と酒飲んで暴れへん。プロレスの技かけて骨折させたりせえへんから。あんた全然違うじゃない。全然言うてることが違うじゃない。そんなもんプロレスの技で骨折したって、そりゃ奥さん逃げますよ。そんなことしたら、ご主人お酒は付き合い程度や言うたやないですか。はい、付き合うたら朝まで付き合う程度で。何を言うてるんですか。とにかくね、もうお酒はやめてくださいよ。はい。それじゃあまた奥さんにね、出てきてもらいましょう。はい、結構でございます。向こうでね。はい、それでは次の方どうぞ。どう、あ、おじいさん、どうも。お名前は？竹鶴光太郎です。あ、竹鶴さん、お年は？え、お年は？いや、それがな、自分でも年あんまり分かりまへんねん。もうこの頃物忘れが激しいてね、78から85の間やと思います。間って、ほんで蒸発されたのはばあさんです。ばあさん？いや、おばあさんがいなくなったんですか？いなくなってどれ3日経ちまんねん。え、喧嘩したとか？いや、一切そんな喧嘩する元気もあれへん。そんなの、酒も飲まんしね、まあ、何もせえへん、博打ももちろんせえへん。長いこと連れ添うておられるんでしょ？いや、連れ添うて1年ちょっと。新婚ですね。新婚さん、私再婚で、ばあさん3回目でね。ああ、そうですか。ほんで、おばあさんの年は？ええー、私より一つ下やから80です。何やそれ。じゃ、自分のお年は81じゃないですか。そうなりますか。年分からんね。毎年変わるから分かれへん。そらまあそうですけど。それじゃあ、おじさん、突然おばあさんがどういう理由か分からないんです。分かりませんねん。じゃあちょっと呼びかけていただけますか。はい、きぬこ。それさっきの方。それさっきの方です。あ、さっき横から見とったらね、何や、自分の不要の思えて、すいません。奥さんの名前はマヤ言いますね。マヤ、またハイカラな名前ですな。いや、山やったかな。何なんなんですかそれは。いや、山地やったと思います、名前は。あ、そうですか。そりゃ山地、帰ってきてくれ。わし寂しいがな。どこ行ったや、帰ってきてくれ。本当におばあさん、帰ってきてくれ、あげてください。お願いします。山井さん、全然わからないんですか。わからない。書き置きみたいな、なんか書き置きはあったんです。書き置きはあったんですか。テーブルの上に置いてあったんです。どう書いてあったんです。はい、それがね、冷蔵庫の中のもんは手前から食べなさいとかね、トイレットペーパーは洗面台の下の開いたとこに貼るとか、ガスの元栓はちゃんと閉めときやとか。それってどっか行くからそういうふうに書いてあるメモみたいなもんじゃないですか。いや、どっかへ出かけ、ああ
忘れてた。ばあさん、町内のばあさん連中とな、九州へ一週間ほど遊びに行く言うてたわ。あ、そうや。あ、忘れてた。ばあさん見てるか。そう言いますと海外行く機会も多いんですけども、なかなかこの英語というのは喋れないもんでございますね。英学校出てるから言うてまたあの語学が堪能か言うとそうでもございませんです。あの一緒に前にイギリスへ仕事で参りました時に、ディレクターがですね京都大学でだったんでございます。大体交渉とかみんなの前ではね、ペラ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 喋っとったんでございますが、路橋を終えてホテルへこう一旦戻りましてね、食事のところ予約してるから、レストラン予約してるから、皆さんちょっと待ってください、あのホテルの方からタクシー呼びますから、フロントのところ行きまして、プリプリズコールメアタクシー、割とええ発音でね、プリズコールメアタクシーってこう言うたんでございますが、ところがこれがちょっとこの文法上間違うておりましてね、あ、つまりこの私にタクシーを呼んでくれ言うつもりでプリズコールメアタクシーとこう言うたつもりなんでしょうけども、実はこれは私をタクシーと呼んでくださいとこういうことをやったんでございますね。日本なら外国から向こうからこう来られましてですよ、あ、すみませんが私をタクシーと呼んでください言ったら、あ、そういう意味なんか、ちょっとお待ちください言って、タクシー会社に電話してくれたりしますけども、向こうはそうはいきません。ユーモアのある国でございますから、イギリスのエジンバラいうあるホテルでね、ディレクターが私らの前でええ格好してね、兄弟でですよ、プリンスコールメタクシーとフロントの人がディレクター指さして、タクシーPlease call me a taxi! タクシー。ディレクター焦りましてね、こうなんか冷や汗たら流しながら、Please call me a taxi! 言ったら、横でチェックインしとった客まで、タクシー。Please! Please call me a taxi! 言ったら、こっちの客までタクシー。それからディレクターのあだ名がタクシーとなりました。ああ、分からんもんでございます。なんだな、うまいこと喋れんのでしょうかね。ところが外国から日本へ来てる外国人の方ね、日本語うまいこと喋りますでしょ。ほんで聞いたら、まだ3ヶ月ですってなこと言って、3ヶ月ぐらいに喋ってるんです。あれはやっぱり厚かましさかなんか知りませんですけども、どん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 喋ってみるというのは語学が上達する、まあ一つのポイントじゃないでしょうかね。私この間6ヶ月という日本へ来て6ヶ月のアメリカ人とね、レストランに入りましたら、パンにハム挟んでほしいいうのをね、もう日本語で言うてますね。ウェイトレスさんに、ね、すみませんが、パンにハムを挟んでください、こんにちは、ね、わけわからへん。それでもわけわからへんかっても悠々だけ偉いですな。あれ考えますと、外国人の方がですね、同じように日本語をまあ習いましてもですよ、同じ日本でも大阪と東京と違うように、お国によって違うんですね、言い方が。フランスの方はまたエッチを発音しませんですから、フランス人はね。でまた柔らかいフランスの人は同じようにパンにハム挟んでもらう時にも、おうすみませんが、あ、パンにハムを挟んでいただけますか、あ、うちのこと言うて、よう分かりませんですけども、フランスは柔らかいですね。あ、韓国の方はまたしっかりきっちりしてます。パンにハム挟むにだ。なんかそういう感じでございますね。ボーダレスの時代になってまいりました。国際結婚も増えてまいりましてね、もう本当に外国の方が日本の中をですよ、大阪でもチャリンコ乗ってペー走って生活しているいうような時代に、どん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 これからもなってくるんじゃないかと思います。